こんにちはまあ一歩一歩結果に向かっていくしかないんじゃないですかやっぱりそれが分かっているから一歩一歩を確実に積み上げていくその一歩の重さっていうのを感じるわけですよでいくらやっても効果が出ない人って一歩一歩を軽く考えてるのかなと思うんですよね、うん、やっぱり千里の道も一歩って言いますけども千里の一個一個が勝負なんですよ手を抜いていい一歩なんて全くなくってそれですら千歩かかるってことですからねやっぱり一個一個に試しを 傾けていいかかないいけんのかなのといいう,うに思いますね、えー、ところでね長野県でねなんか公園のトラブルがあったみたいなんですよある公園が閉鎖になるそうなんですというのが公園で遊ぶ子供たちの声がやかましいということでたった一人の地元住民がクレームを出したんですよねでそれによってじゃあこの公園を廃止しましょうっていうふうな動きになったみたいなんですよさあどうなんでしょうかね公園で遊ぶお子さん1人クレーマー1人 ででも公園って多種多種様なな使い方があるそうなんですよ本当にこれでいいのかなと思います。たただ今回配信に至った経緯ももからなくもなくいんですよというのがねそのクレームを言った人があまりにも子供たちに高圧的で子供たちに危害を加える直前まで言ってるんで何かが起こってからで遅いのでっていうことで急遽講公を廃止にしたらしいんですよ。で実際廃止ならどうか分かりません。今は多分一定の制限をかけてロープとか張ってる状態だと思うんですけども。 ちょっとわかんないですね。本当に配信になるってことがあるのかなと確か公演法ってのがあって公演はある一定の区画に一つ必ず設けなくちゃいけないんでこの公演を配信するっていうことはそれなりの手続きと移転届とかでね他のところに公演は結局設置しなきゃいけないのかなともしくは使用禁止の公演を作っておくと任意でもいいからこの公演はあるけれども使わないでねとかっていうので入場をね、えー、と強制力のない、えー、お願いベースで要請という系ベースでね制限するみたいな でもこれによってクレームを言ってきた人は気持ちが良かったんですかね。そしてクレームを言ってきた人に対してのクレームってのもこれから考えられるのかなと思っちゃうんですけどもね。まあ、自分の考えをご利用するとこうもこういうことになってしまうと、うん、いうことなのかなと思います。まあ、ですんでね、やっぱりなんか何かことを良くしようと思ったら、うん、なんか自分の理屈だけじゃダメだなと思うんですよ。自分の理屈で押し切れるぐらいの才覚がある人はいいんですけども、そうじゃないから稼げてない。そうじゃないから 困ってるわけだと思うんでやっぱそこにはね新しい道を自分で新しい選択肢を自分で作ってそこに、えー、歩みを進めていくってことが求められてるのかなと、うん、でクレームを言ってきた方もねあのなんか子供たちが遊んでるところにわざわざ、ね、出かけて行ってほら見つけたぞってやるんではなくてね、うん、なんか別の方法があったのかなと思うんですよね、まああとはあれですよね。 子供たちだから叱りに行くけど、じゃあ、暴走族の怖そうな連中が公園にたむろして、ギラついていたらそれでも行くのかってことなんですよ。うん。だからそういうことをいろいろ考えましたね。こういうふうに書いてます。えっ、ー、と、茂木健一郎さんのツイートですけども、1万歩譲って運営を工夫すればいいだけの話。この程度のことで解決策を見出さないようでは、日本の子供たちに未来を用意できない。うん。だからクレームを言ってきた人がいて、 じじゃあ短絡点に公を廃止って感じででこの白旗宣言ですよねもうちょっと知恵を使ってなんかできなかったのかなってことを茂木健一郎さんは言ってるんだと思います。でこうも書いてます「子どもの声がうるさいから公演廃止にネット騒然日本終わってんな」の一方住民側の事情に共感する人もということでこの住民側の事情っていうのが子どもが怖い目にあったりとかね傷つけられちゃいけないからその前にだったらもう公演廃止しようよっていうふうに、まあ、いわゆる正義が折れたってことなんですよね。 どっちが正義かって問題ありますけども少なくとも公演っていうのは公の場でそれが許された場面であると思うんですよ少なくとも子供がどれだけ大騒ぎしたところでそれがね一日ずつ続くわけでもないし一生続くわけでもないしましては恋の大きさには限界がありますそう考えていくとほんのちょびっとしたことに対してずっと思いを止めた、まあ、そのクレームを言ってきた人のねちょっと心の狭さとかね そういうのをどうしても感じざるを得ないかなと思いますけども心の狭さ広さっていうのはみんなそれぞれ違いますんでこういった困った人もいるんだなと思うことですかねうんまあこれ本当にね近所で起きてたらどうしてただろうかと思っちゃうんですよねうんそもそも今までどうしてたんだろうと突然最近やかましくなったんですかねうん人の思いはそれぞれかなと思うところでございます、はい、じゃあ公園のクレームということでございました